やばいとこ見つけちゃった。するまでに1分かかってしまいました。初めての大掃除、大波乱の予感ですね。でも能天気な秋はこの時点でそんな予感微塵も感じておりません。今手始めにリビングの床を片付けているところです。片付けが苦手なこじらせピーポーのリアル片付けをご紹介。やいや言っても片付けない子供たちに対してイラついて、雑多な視界に頭が混乱して動悸が上がっております。散らかりがひどい時によくある若干投げやりな片付け方ですね。一見この画角内そこまで散らかってるように見えないかもしれませんが、ダイニングテーブルの上と下、カウンターの上、和室、テレビ台の上などなど全てが雑多なので、総合的に限界突破している感じですね。とりあえず情報を少なくするために床にあるもの、その辺に雑に置いてあるものは全て部屋の中央に集めます。これだけでも部屋は中央以外物が少なくなっているため、秋の動悸は徐々に収まってきています。頭に血が上ったまま片付けると鬼の秋は全部捨ててしまい、冷静になった後より一層めんどくさい思いをするため、まずは情報を少なくして動機を沈めるところからです。その中から絶対にいらないものをゴミ袋へ、住所の決まっているものは戻す、2階のものは2階へ。なかなか動かないこじらせキッズを促しながら、最終的にほぼ私が片付けました。これではキッズの片付け力が上がりませんね。お片付けが得意な人から見たらなんじゃこれと思うかもしれませんが、生まれたての赤子を見守るかのような眼差しで見ていただけると幸いです。 DIY8 割、片付け2割くらいの割合で構成されているこのチャンネルですが、平和なコメント欄の中時々来るのが、いや DIY よりまず断捨離しろ、片付けしろというコメントです。極端な例では DIY は必要ない、 YouTube もやめてただ片付けてろという暴論を投げられたこともありました。今はね非表示にさせていただいていますが、刺激がねあまりにも強炭酸だったので、秋強炭酸飲めないんですよ、痛くて。微炭酸ぐらいなら美味しく飲み込めますが、特に不特定多数の方が見てくださる総集編に投下されることが多いです。 DIY を始める前には毎回結構激しい断捨離をしているんですが、やはり総集編は普通の回よりシビアにカットしなければならないため、苦手なりに断捨離していること、片付けが極度に苦手であること、脳内がビジーですぐ気が散ってしまう人間であること、そんな私には大好きな DIY も動画制作も延々続く片付けや家事の燃料として必要不可欠であること、そういった大切な DIY 以外の情報が伝えにくいです。秋は揺るぎない決心のもと家を改造し YouTube で発信しているので、そういったコメントに屈することはありませんが、どこかの誰かに不快な思いをさせ自分も一時ダメージを受けることは事実なので、こうして時々お掃除会をお届けし、次回総集編の際にはなんとか簡潔にうまくその辺の事情も伝えられたらなと思う次第でございます。そもそも片付いた部屋ですっきり生活したいと思ってなければ全部やってませんからね。目指すゴールはきっと同じ。ただ他人から見たらなんでわざわざそんな回り道するのって言いたくなる複雑なルートを通ってるだけなんだと思います。秋だって単純明快な近道を通れるのならとっくにそうしてます。秋にとってそれは通りたくても通ることができない憧れの道なんですよ。46年間どう頑張ってもできなかった方法を強いられるのは海水に放り込まれた淡水魚ぐらい苦しいことです。魚になったことないので知らんけど、秋は耐え忍ばないタイプの人間なので、苦しいことからは可能な限りさっさと逃げて楽しいことをしたい、できれば楽しいことだけしたいですが、母になった以上はそれは無理なので、できる限りは楽しい方向に進んでいきますよ、この先も。そして自分も知らず知らずのうちに海水に淡水魚を放り込むような真似をしちゃっていないか日々注意していこうと思います。まあごちゃごちゃ語りましたが、結論ただのズボラだズボラ。うん、はい、そんなこんなで本日のメニューがこちら。1リビング和室 B 級ホラー地獄、2洗面お風呂ママ友激横異世界地獄、3下駄箱階段、424時間換気ママ友悶絶深い地獄。地獄多めですね、ほぼ地獄ですね、恐ろしいや。
早速ですが、窓が異常に汚いですね。拭き掃除はいつぶりでしょうか。少なくとも私の記憶にはございません。子育て世帯あるあるかもしれませんが、ほぼ手垢ですね。こじらせハウスは窓もテレビもおさわり無法地帯となっているため、一昔前のホラー映画ばりに無数の手形で埋め尽くされております。今回窓の正しい拭き方を動画で調べましたところ、基本的に洗剤は必要なく、雑巾と水のみでゆる絞り、片絞り、空拭きの順に拭いていくと綺麗になるとのことですが、この尋常じゃない無数の手形を水だけで消せるとは信じがたかった秋の独断により、思いっきり歌丸を噴射しております。汚れすぎてモザイクいらずなお窓でしたが、綺麗になって徐々に景色が見えてきたので、モザイクオン。サッシのゴムパッキンに発生した黒カビルンルンも擦り落としますよ。普通に拭けばある程度は取れますが、はい、出ました。拭いても取れないサボったルンルン。これはカビハイターでも取れないんですよ。ここでキッチン浄化で初登場した修正手に登場してもらいましょう。残念、 B 組いりませんね。くれズボラーの心強い味方、カビ取り一発でございます。窓の他にもお風呂のパッキン、水筒のパッキンと、今までに 99% のサボったルンルンはこれで退治しております。マジでこの一発損には極度に依存してますね。今回も 2,3 時間置いて拭き取ります。ゼリー状で絶対垂れないのでラップは必要ございません。はい、いつも通り、期待通り、新品同様に生まれ変わりましたよ。続いてはレールの溝部分、恐ろしい汚さですね。ここで第2の秘密兵器、ダイソーの加圧式霧吹きペットボトル用登場です。いろいろな YouTube で紹介されまくっているこの大人気商品、使ってみて分かりました。そりゃヒットするわ。今回家中の窓掃除に肌身離さず持ち歩くことになります。今 500ml のペットボトルに装着していますが、水の補給が頻繁だったため、この後 1.5 リットルに変えたらより一層便利になりました。外からも拭き掃除をして一窓目完了です。綺麗になった。この綺麗さが。続いてこの部分の断捨離をしていきます。書類や文房具置き場、一番出入りが激しく荒れやすい場所です。ちなみに今回の大掃除では断捨離と掃除が目的であり、整理整頓や収納の見直しはしないため、雑に戻していることをご了承ください。収納見直しはまた別の機会にやります。多分書類の整理は本当に骨が折れます。秋はね、こう見えて捨てられない人ではないんですよ。それどころかスイッチが入ると必要なものまで捨ててしまう。それがお皿とか文房具ならまだいいんですが、学校の重要書類だったりするともう絶望です。そして後からめっちゃくちゃ探す。捨てられない人よりある意味厄介かもしれません。その失敗が嫌で億劫になり放置してしまい、物が溢れます。どうしたもんでしょうか。ワークスペースもすっきりさせました。壁のほこりが目立つので落としていきます。これの買い時が分かんない。まだいけるのか。これはまた買い時をとっくに過ぎているのか分からんな。切ったな、この壁。カーテンレールの上、シェードのほこりも落としていきます。最後にテレビを拭いてリビング完了です。この調子で隣の和室もやっつけていきましょう。はい、これがめっちゃリアルないつもの和室の状態。旦那もへじの寝室と DIY 用品置き場とピアノがせめぎ合う我が家第2のカオス。この散らかりっぷりもひどいですが、この和室で最も見て見ぬふりしてきたのがこのピアノ裏の腰窓。先ほどのリビングの窓拭きは記憶にないものの、
サッシに関しては今まで一度か二度掃除したことがあるんですよ。ですがこのピアノ裏だけはマジで一度も何もやってません。記憶にございませんとかじゃなく本当にやってません。障子で見えないのを良いことに亡き者にし、忘れ去られたサッシを本日11年の時を経て新品同様に生まれ変わらせてあげようと思います。とその前にまずはお片付けと断捨離から。いつもここに山積みの洗濯物を片付けた状態からスタートです。ここは相当な早送りですっ飛ばしていきますよ。この後さらなる地獄の数々が待ち構えていますからね。膨大なデータを前に編集中の秋は尺の心配しかしておりません。このままでは1時間超えの動画になっちまう。巻いて巻いて。本来このテレビ裏の配線のごちゃごちゃを解消した上で掃除すべきなんでしょうけど、目をつむるとこはつむっていかねば家中の掃除をほぼ一人でやることなど秋には不可能です。え、旦那はどうした？大掃除には全く興味ないみたいです。DIY の時はいつもここぞという時に必ず助けてくれるのでよしとしましょう。動かない大岩を無理に動かそうとする労力の方が何倍もしんどいですからね。はい、断捨離が終わり、ピアノの上が片付いたところで11年ものの超熟成サッシオープン。左側はまだマシなんですよ。やばいのはマジで何年も開けてない左側。わーお、気持ち悪い、やばいやばいやばい、きったね、こんなになってるなんて、気持ち悪い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 、いやーさすがに無理だわこれは。無理無理、いや無理じゃねえのよ。ここまで来ると逆にテンション上がるわ。先ほどと同じ手順でお掃除、カビ退治していきますよ。ちょっと跳ね返ってこないで、跳ね返ってくる、カビも跳ね返ってきてるってことじゃん。汚い、あ、あ、結構取れんじゃん。何手強いふりして、何よ、いかつい見た目して弱いじゃん。仕事もねえな。取れたやん。しまった。ペットボトル落ちた。こんなことある？いや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 。今この後ろにペットボトルが落ちちゃったんだよ。ピアノの後ろにガシャンって水入ってハプニングハプニング、すっこぼれてたら最悪じゃん。すっごくの騒がせしちゃった。すThank you.
かいとこ見つけちゃった。はい、いよいよ魔の巣窟、洗面お風呂パートへと突入しました。ちゃんと映すのは初めてかもしれません。できることなら見せたくなかったですが、動画が成り立たないので諦めましょう。洗面所で一番ヤバいのがこのカンタ君に塞がれた窓。窓の開け閉めはなんとかできますが、掃除しようにも手が届かないため、カンタ君が設置されて以来少なくとも7年は熟成されております。そんな洗面所のダークホースを退治する前に、まずは乾燥機、洗濯機のお掃除をパパッとしていきますよ。カンタ君のフィルター掃除は週1ぐらいでやってますが、この時はサボって2週間ぶりだったので、油揚げぐらいのホコリが収穫できました。続いて洗濯機です。はじめにお断りさせていただきたいのですが、洗濯槽クリーナーを2ヶ月おきぐらいにやっているため、今回よく見るバズり動画のようなワカメパラダイスにならないことを深くお詫びいたします。ただ掃除のしにくいこの上の縁回りと柔軟剤入れに汚れが溜まってきているので、しっかりきれいにしていきましょう。ここの掃除は半年ぶりくらいですね。まずはホコリ取りフィルターを外します。そして洗濯槽クリーナー、そんなに汚れていないのになぜやるのかというと、これですね。満水にすると洗濯槽が重みでぐっと下がり、手が奥まで届くようになるんですよ。手が入るんだよ。この状態で掃除をすればきれいになります。主婦の常識かもしれませんが、秋は半年くらい前にインスタのお掃除友達に教えてもらい知りました。洗濯槽クリーナーをやるタイミングで槽の上の汚れも掃除するといいですね。中ボス洗面所の窓、やっつけていきますよ。ここが厄介なのは、手はなんとか届くが奥まで見えないということ。やりづらいですね。ここはもう外からやるしかない。大きめの脚立を立て、家の裏から攻めることにしました。カビ取り一発を塗り終わったあたりでやってきました。ロボット掃除機械以来の登場、唯一のママ友リリーです。お掃除会にはリリーの毒舌が欠かせませんからね。ここなんかタオルとかにモザイクでいいかって、どこにかけたいのそれ。今日も思う存分毒入っていってもらいましょう。カビ取りを流したいの。そう、えなになにかかった、めっちゃ飛んできた。ごめん、なんですごい飛んできてるもん。押さえんでええのか言うたやん。ちょっと6万のレンズが、ちょっとタラの不審者だよ、映ってるの、ね、パーカーの不審者だよ、姉ちゃん。おい拭きましょうか、こちらから。届く、え、ここでしょ。見えてる、見えてないよ。え、何見えてないかい。ノールックで行けばいいでしょうよ。大変なことあるの、窓の掃除で。違う、11年寝かせるからよね。そういうことになるじゃん。カビ取り一発を素手で触らない方がいいよって、これ拭いたら素手で触ってるよね。一緒だね。ゴム手袋からももらってないじゃん。だいぶブラック企業だね。素手でこじらせ、ゴム手ね。マジだいぶブラック、だいぶブラック。まずやめた方がいいよ。ちょっといくらもらえたらこんなやるの。パン買ってきたらパシリや。こんなところに文句が止まらんやん。ボーナス出ますから。プラミド拭いた。うわ、ふれ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 。と砂ぼこりが来たよ、こっちに。マジって。なんで？なんで？11年掃除してないからだよ。予告の動画見て、うわ私これ無理かなって言ってた。私も見えないけどさ。でしょ？ちゃ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 。
じゃん。見えないところは掃除しなくていいっていうのおかしい理論じゃん。どう考えてもさ、それはあなたのお家ですから。あなたがいいんでしたらいいですけれども、綺麗にしてるじゃん。ここがカビてんのよ、この上がさ。でも見えんからな。始まった始まった。目につくことはないからな。見えんからなが始まって。違うよ、残してたらこっから広がるんだよ、カビだから。綿棒、綿棒あるよ、死ぬほどある。おめえ全然洗い流せてねえじゃねえかよこれ。何それ、え、どこ、こういうことだよ。どこ全然だよ、どこ見てんだよ。これだよ。この綿棒だよ。何が綺麗になっただよ。綿棒でやりだしちゃったらそりゃもう終わらんよ。あねえ、大掃除だよね。え、あ、終わりたいんか。これで終わっていいか。こんなにあるのにこれで終わっていいか。すいません、私が悪かったです。ここよ、さっきからここ吸ってなかった。でもまだ汚い。これ歯でもまだ汚い。ほら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 、きれいきれいきれい。ついてこなくなりました。これついてこなくなった。それは何、師匠って呼んでいいですか。これごときで師匠って呼ばれたらちょっと。え、これごときって何これ。え、これ主婦の普通のスキル。主婦の普通のスキル。ないと見受けする。普通の生きてきた。どこにも所属しておりません。お掃除本舗にも所属しておりません。私は普通に生きてきてないってことですか。いいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。うん、ちょっときた。ああ、そこきっとの。ああ、はいはいはい。本当だ。そこそこ、これだよね。ほらほら。ほら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 。ちっち見せといて。ほら。何がどのような体勢で人ん家を掃除。自分家じゃないんだよ。自分家じゃないのにこの体の張りを。大丈夫、はげてない。頑張れ、リリー。頑張れ。頑張れだと。リリー、もう一息。私も頑張って。どういうこと、世の中どうなってんだよ。なんだよ、そんでまだ汚ねえよ。なんなんだよこの家。もうダメだ、おかしくね。腹筋が筋爆発しそう。乾燥機の後ろの窓はこうやって掃除するんですよ。お掃除が得意な人はこうやって掃除するそうです。お掃除が苦手な人はこうやってお掃除が得意な人を家に呼びましょう。まずお掃除が得意な人とまず仲良くなりましょう。そっからです。自分で全部でやろうなんて思わないでください。もできないんですから。で、私の中でもそこの掃除はね、30分前に終わってますから。だからその理解ができない、その向こう側に 今リリーは行こうとしてるわけです。違う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 。え、綺麗の向こう側を今ね。違う違う違う、綺麗の基準がさ著しく低いじゃん。著しくはないんじゃない、別に。え、ちょっと低いぐらいじゃないかな。ちょっとちょっと言うたね。向こう側だわ、すごい綺麗の向こう側か、これが綺麗。すごいやん。すごい。汚いんだ。めっちゃ綺麗になってる。ちょっと声出ないけど。リリーの執念により溝という溝、すべてがピカピカになった洗面窓。この窓綺麗じゃん。それ見て、あれ見て。待ってよ。怖いよ、ほら。ちょっと何？スケバンいるじゃん。スケバン現る。あそこ見てきやさ。そこ見てきて。あ、なに？ここ？汚っ。けどカビてるよね。カビてますよね。ヤンキーに絡まれてます。つけてください。どう見てもカビてますよね。でも意外に綺麗。これ1週間に一遍さ済まないかってやつでしょ。そんなことしてんのみんな。ここも拭けって拭けって書いてる。ここさ、ここほら。ここちょっとそんなところ3回知らなかった。なんてことしてくれるのよ。この後、ラスボスとなるトイレの換気扇を一緒に掃除することになるリリーとは一旦お別れしまして、お風呂はアキ一人でやっつけていきますよ。お風呂で特にパッと見気になるのは、水洗とドア、床の黒ずみ、物干しポールのサビ、鏡の鱗汚れですね。とりあえずリリーに指摘された窓は愛用のカビキラー電動スプレーをぶっかけておきます。次に浴室暖房乾燥機ですね。こちらもざっとお掃除、11年何もしてない割には割と綺麗です。
続いて用意したのはキッチンマジックリンとダイソーのお掃除ブラシ。お風呂の皮脂汚れにも効果抜群との噂を聞きつけ、キッチンマジックリンで試してみます。うん、少し薄くなったかな程度。ここでお掃除界で大人気リンレイウルトラハードクリーナーを投入。うん、マジックリンとの差は今のところ感じられません。そこでこちらも YouTube で噂になっていたダイソーのステンレス焦げ落としを投入。森山中の大島さんのチャンネルで見ました。なんかすっごい落ちるらしい。うおー、手応えあり。これは落ちる。マジックリンとリンレイどっちでも関係なく落ちる。ただ汚れをステンレス繊維でこそげ落とすため素材に多少の傷はつきます。自己責任で行いましょう。これ、何をしても取れなかった黒い何かも落ちました。扉の白い何かもだいぶ落ちました。扉は完全にすっきりとはいきませんでしたが、今回はこれで良しとします。水洗もこれでこすります。なんということでしょう。何年ぶりかに現れた輝かしいリクシルの文字。このお風呂リクシルだったんか。リンレイは高いし洗剤の種類を増やしたくないので、秋はもうお風呂掃除はキッチンマジックリンとこれにします。まだ残ってる黄ばみが。ここもずっとね、ここ先ほどゴシゴシこすっても落ちなかった化粧棚の黄ばみもみるみる落ちる。めっちゃ綺麗になる。最高。これ意気揚々と化粧棚の黄ばみをこすり、裏側に手を伸ばしたその時、なんかとてつもなく邪悪な気配を感じる。11年見て見ぬふりをし続けた何かが牙を向こうとしている。見た方がいい。見たくないな。もう目をそらすわけにはいかない。今がその時。この世で一番嫌いな汚れは水垢とカビ。潔癖なのに汚部屋済みの秋です。未だかつてこんなにえずきながら編集したことがあったでしょうか。秋は三度の飯より編集が大好きなんですよ。ですが今回ばかりはマジで苦痛。自分用にモザイクかけたいくらいです。自分の動画は結構見返す派なので、秋が一番セーフティーゾーンを活用するでしょう。この化粧棚の裏がきっとやばいことはうすうす感じており、カビハイターをする際にはこの裏にも毎回大量に噴射しておりました。ですが意味をなしてなかったようです。お風呂を検討中の方が口を揃えて化粧棚はつけないという意味がよくわかります。かくしてズボラな一家により生み出されたまがまがしい異空間の入り口と死闘を繰り広げるわけなんですが、もうショックすぎて嫌すぎて
ほぼ記憶がございません。軽いトラウマですね。とりあえずカビハイターを噴射したようです。カビキラーか、カビキラーを噴射したようです。しかもご覧の通り、なぜか先ほどから映像がスローモーションとなっております。よほどテンパっていたのか、間違えてスローモードで撮影したようです。ただいま、この世で一番無駄なスロー映像をお届けしております。赤カビ黒カビでもスローにして綺麗な音楽を流せばエモくなることが証明されました。ハイターかけすぎですね。これどんだけ憎いんでしょうか。ハイターじゃない、カビキラーか。どっちでもいいわ。無駄すぎるので、ここから倍速にしておきましょうね。位置が低く、肉眼では見えないので手探りで擦っていきます。しかも、後から調べて知りましたが、この6箇所のビスを外せばカバーが外れ、掃除がしやすいらしいです。ショック。この時の秋の目にはビスなど映っておらず、異空間への入り口にしか見えていなかったため、この非常にやりづらい状態のまま最後まで掃除を進めてしまいました。時々鏡で確認しながら進めます。ある程度落ちたらカビキラーを噴射しておきます。ほとんど垂れてしまいますが、少しは効果があるようです。やはり6箇所の異空間への入り口が厄介ですね。取り切れていません。ここはノールック歯ブラシで戦うしかありません。何をどうしたのかは記憶にはありませんが、嘘みたいに綺麗になりました。ビスを外せば幾分やりやすくなるとはいえ、掃除のたびに6箇所のビスを付け外しするなど、ズボラーには厳しすぎる。この化粧棚はどうやら秋の手に負える代物ではなさそうです。モヘアンに相談していずれ取り払う方向で検討しようと思います。厳しい戦いだったぜ。死闘を終え満身創痍ですが、まだ強敵は残っています。それはこの鱗まみれの鏡。赤カビ黒カビには敏感なくせに、白い汚れには滅法寛大な秋。毎日目につく鏡でも全く気にせず、おおらかに見守り続けた結果、めちゃくちゃ立派に頑固に育った鱗たち。とりあえずこのすごい鏡磨きでこすってみましょう。うん、3割くらいは落ちたかな。次に取り出したのはトイレ用のサンポール。このポール先生で頑固な鱗を溶かしていきます。しかしここで秋はサンポールの匂いがめちゃくちゃ苦手であることが発覚。おい、おい、無理だこの匂い。ポール先生の匂いが無理。なんだこの妙に懐かしいノスタルジックな香りは。そうだ、これは懐かしい小学校のトイレの匂い、これだったのか。突然のノスタルジーに絵好きが止まらない。しかしさすがのポール先生、効果は抜群だ。この鱗汚れも 100% とはいきませんでしたが、 90% くらいは落とすことができました。よくよく見ると残ってますが、パッと見鱗は見えません。はい、仕上げにリリーに発見された扉の謎のパッキン、ドアのレールの溝。ちょっとくさやめたい。物干しポール。壁も軽く擦っておきます。いつも絶対に物を置いてしまう棚の上もピカピカにしましょう。実は洗濯機と乾燥機の表側、洗面台と鏡の掃除もしたんですが、うっかりデータを消してしまいました。ショック。やりきった感が半端ない。洗面、お風呂掃除、これで完了です。Thank you.
11年間やりすまわせたのここにだからサイババじゃん。ただただコナンを出し続けたサイババが。本当だよ。いやーいやー言われてるけど無理無理ってどういうこと。住んでるじゃんここに何のコナだよそれ。はい、ようやくナレーションを入れる隙間ができました。ずっと喋ってますからねこの人たち。一緒にいる限りおしゃべりが止まりません。かくしてサイババ深い地獄に素手と松井棒で挑む強者リリー。11年の時を経て光が遮断されたこの深いから無限に出てくる謎の粉、書き出しても書き出しても向こうが見えないため外から見てみることに。うわやばっ、あーちょっと降って降ってる降ってる、謎の物体が降ってきてる。サイババの粉の集合体がこの映像面白すぎるんだけど。松井棒が見え隠れしてる。あ、そこ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 汚っ、怖っ。うわっ、うえっうえっ、マジで攻撃的すぎるんだけどこの環境やばすぎる。ああああ、不安系なんだこれ。うわあいやもうどんどん降ってくる。怖い。もう松井棒ですらなくなってる。ただの割り箸だ。棒からの絵が地獄でしかなかった。定期的に吹き出してくる。ブワーって。サイバーの粉が。ブワーって。松井棒ゲット。なんかあるのは見えるよ。あ、なんか取れたぞ、でっかいの。取れんな。ちょっとね、入らんな。破れた。熱いもんかい。うえ、めっちゃ降ってくるんですよ。すごい綺麗になってる。綺麗になってるじゃないよ。壁の向こうからツッコミが入ります。やだ、綺麗よ、ちょっと綺
綺麗よ奥さん。多分なってるよ、あの24時間換気のついてるじゃん。あやばい、見たくないな。あれの中ね、去年やったけどすごかった。あれフィルターがさ、フィルターが真っ黒だもんね。え、ちょっと見たくないかな。そもそもこれ外れないもんね。外れるのこれ。え、だめ。こういうデザインなんじゃない？おかしくない？フィルターこれだよね、厚み。こういうデザインじゃない？これ全部ホコリであったからね。トイレ含め換気口という換気口にあまりにも無頓着すぎた秋、まだそのうちの一つを退治したにすぎません。家中の換気口に11年積もり積もったホコリが秋の万年アレルギーの原因なのかもしれません。ちなみにリリーは深い最前線で死闘を繰り広げた挙句喉をやられました。お詫びに高級カタログギフトボーナスを申請しておきました。後の換気口はしっかり自分の手でピカピカにしていきましょう。家中の換気口を集めていきます。これは2階女子部屋ですね。めちゃくちゃ簡単に取れるじゃん。汚れが目立った寝室と長男部屋はビスを外し壁から取り外してみました。24時間換気口のフィルターは Amazon で購入しました。外径内径ともに数センチ刻みで販売しており、ぴったりのサイズを選ぶことができましたよ。トイレの換気扇も後ほどフィルターをセットしておきました。ちなみに今回子供部屋2部屋も子供と一緒に大掃除したんですが、とても入りきらずやむなくカットとなりました。Come on.
ったの。で、どんなことになっちまったんだ。でしょうか。波乱の2023年こじらせハウス大掃除、11年分の汚れがすっきり落ちたかどうかは分かりませんが、ポンコツなりに力を合わせ助けを借りてなんとか終えることができました。目をつぶった箇所はこれからちょこちょこ掃除しようかなと思います。やっぱり貯めたら大変ですからね。ちょこちょこできる人になるのが目標です。フリーメイソン信じるか信じないかは、あなた次第。反抗期かしら、フリーメイソンに手を出すなんて。息子の部屋にフリーメイソンあったわ。しかもこれ版画じゃん、折ってある。2023年は YouTube を始めてたくさんの方にこじらせハウスを知っていただけて、秋にとってもこじらせピーポーにとっても特別な1年になりました。こじらせハウスを見つけていただき本当にありがとうございます。2024年は一体どんな年になるんでしょうか。秋はきっとブレずにポンコツなまま DIY をして失敗して落ち込んで立ち上がって片付かない部屋にイライラして、それでも片付けてたまに掃除してまた DIY をするでしょう。そしてたくさんの愉快な動画を作るので、気が向いたらまたこの騒がしい我が家を見に来てくださいね。2024年が皆様にとってより素晴らしく面白い1年になりますように。それではメリークリスマス、そして良いお年を。